はい、どうも、とどまると申します。本日もマリオメーカー2やってまいりましょう。というわけで、こちらコメントでコースリクエストをいただきました。雪原を走り抜け、ワクワク30秒スピードランクリア率が808分の0。いやー、ちょっとクリア率やばくねっていう感じはしてますけども。まあ、ちょっと自分についていける、対応できるレベルのコースなのかどうなのかは、なるほど。ヒップ耐久が入る。なんかなー、ズルできたら楽なん、あ、でも意外とここのヒップ耐久はそこまでキツキツではないのかなっていう感じでしたね。オッケーオッケー、3段ジャンプ、余計なクルーンはせずに、ワンツー3段、オッケー。で、こここう投げるでオッケーか、ここもこう投げて、こうしゃがみジャンプクルーン。いや、意外と対応できてるぞ。なるほど、多分ヒップキャンセルしてバネ当たって右なんじゃね。いや、ここのヒップ耐久がだいぶ余裕ある感じで作られてて助かる。めちゃめちゃ苦手なんでね。さあ、なるほど、バネ当たってからはクルーンしない方がいいか。クルーンヒップキャンセル、こう、オッケー、いけました。さあ、ドアまで来ました。残すところ7秒。あー、オッケーオッケー、落としバネじゃんはまあまあいけんことないと思いますわ。早めから落としバネじゃんで、多分これ右押しっぱてとかには入れるんじゃないかなと思いました。はっ、近っ近っ近っ、オッケー、行けました。というわけで、コースアイデア改めました。本日もマリオメーカー2やってまいりましょう。233マス飛び。さあ、なんか233マス飛びということなんですけど、まあ、このプロペラ1個あったところで、その233マスも飛べるとはちょっと到底思えない。てか、全然飛べないと100マス。あ、なるほど。追加のアイテムがあります。なるほどね。あのプロペラ1個でずっと行かなきゃいけないじゃなくて、いろんなものを使って、最終的に、なんか今足場があったね。いろんなものを使って最終的に233マス飛びましょうね。で、そう、ここにうっすらなんか足場っぽいのが見えていたので、あれを使っていきましょうね。なるほど、オッケー。で、あ、なるほど。意外と余裕だったわ。80秒スピードラン、自己コース、元祖鬼畜コース目指してクリア率158分の0。さあ、80秒のスピードランでここま、なるほど。ちょっと待ってください。バネに当たらないことには3段ジャンプが出ないんじゃないかと思いました。これはこう捕まりながらこうで、あ、これを使わないと上に届きませんのというお話で、これはワンチャンあのメットをかぶったりとかっていう、そんなズルを考えてる暇はないのかなという気もしますけど、こうやってここまでプロペラをキープしなきゃいけない、もしかして。あの一発ダメージを食らっ、あー、なんかもう積みっぽいな。で、ここに多分隠しブロックがあるわけでもないんだ。あれ、じゃあこれでいいのか。いや、ダメだわ。これ多分ダメージ食らいながらってことよね。ここじゃあこういって、ここでもダメージ食らわずに行く方。あ、これメットかぶるのが正規ルートか、じゃあ。一個投げます。まあ、これをじゃあかぶってからこう行こうか。そうした方がいいのかな。まあ、そしたら別にいくらでもここ突っ込んでいけるし。ここもいける。で、ここは絶対だ、そうだね。ノーダメージはこれ絶対無理だから、ここでじゃあメット剥がしながらこう。あ、ミスった。まあだから、ここでメット脱ぎ捨てて、3段ジャンプ合ってんのかな。ここででもファイヤーもらえるんなら別にチビになっててもよかったぐらいの話ではあって、これ多分ここ行きましょうね。で、最後はドアに入ったら真下に降りたらゴールっていう作り。まあまあ、メットかぶってそこまではいけないから、まあそこはダメージ食らうというか、あれ、メットでブラッパーを押し上げるのは不可能だと思うんですけど、あれ、いや違うな、やっぱりこういってデカ状態で、ここがだから多分、あ、ここ、こうでいけるわ。で、ここからの3段ジャンプで、チビ状態になってからのこうだ、こうだ。オッケーオッケー、やっとわかったわ。で、ここ、こう投げて、あれ、でもこれチビじゃないといけねえじゃん。ちょ、一回やり直してきましたけど、なんかね、ダメージをどう食らって進んでいくのがベストなのかっていう、そこのサイクルが、ここでダメージを食らって、デカ状態にだけなって、で、こうなんじゃないか。で、多分ここ一発ダメージ食らってからのこうで合ってんのかな。ちょっとよくわかんないですけど、多分そこのね、一マスの隙間で、3つ分トゲ抜ける。ちょっと待って、何これ、ちょっと待って。いや、あのトゲ抜けんのは多分いけないことないとは思ったんだけど、そもそもこれ、土管そこしかないじゃん、コース全体を見ても。
あれってことはなんだこれ。いや結局この上のドアがゴール繋がってますよっていうだけの話で、ここのブラックパックをなんとかしてどかせたらいけると思うんだけど、なんとかできんかなっていう中で、わからんな。まあ、てか普通にわかったわ。これさっきまでの通常ルートみたいな感じで進んでいきまして、ここまで来てこれを取ってすぐに帰ってこのメットをかぶって帰るんだ。これでいけるわ。オッケーオッケー。まあまあ多分こっちからじゃないとゴール繋がってないはずなんで、こうやって帰ってきたらメットかぶってるので、ブラックパックを上に押し上げて多分ここのドア入ったらまあ直接ゴールなんじゃないかなという、まあまあこれはもうこれ以外ルートないわな。こちらコメントでこうするクエストをいただきました。度胸試し166自称トロール、なんかあくまでも自称トロールということで、まあ完全なトロールコースという感じでもないのかなとは思うんですけど、なんか降ってきたね、なんか降ってきたね。ここの土管、とりあえず土管入ってみましょうか。ここは別に生き残ることは全然いけるけども、まあ何もないからこの部屋は来る価値なかったけども、帰ることも可能。これ何なんだろうね。すげえ癖の強いコースな感じしますけど、とりあえずオンオフをいっぱい切り替えたらなんかが起きるんじゃねえか。なんも起きないな。なんだこれ。あ、なんかクリボー降ってきたよ、右に。ファイヤーボールも降ってきたよ。なんだ？パウが降ってきた。ガリガリ降ってきた。隠しブロックとかも特にはないっぽいね。わかった。上のレーンが多分オンとオフをちょいちょい切り替えたら、落ちてくるものが左に落ちてくるか右に落ちてくるかが決まるから、多分ファイヤーバブルを右に誘導したらいいってことでしょう。あー、来た来た来た。なんか適当にやってたら来たわ。じゃあこれが正解なのかな。とりあえずこれで先進んでまいりましょう。まあちょっとまあ2分の1なんでね、あそこは。ファイヤーが右に振るか左に振るかは。これはいける、いけるかこれ。まあいけるか。いや、わからんな。でも普通になんかちょっと運ゲー的なノリも感じますけど、ちょっとドアに入ってみよう。なんか裏面に入ると余計、あー、これは絶対ちげえな。まあそしたら素直に土管に入ってまいりましょうか。ここはまあでも普通に表面帰る以外の選択肢がない。なんだ、もうここまででなんか違うと言われましても。とりあえず降ってきたパウ拾ってさ、ここのドッスン倒してみることに何か意味がある可能性がある？なさそうだね。関係なさそうだね。ん？なんかスターがあったね。あのスターはいるんじゃないか。じゃあスターがあるってことはもう一個ぐらい隠しブロックがあると思ったら、ピッ、ちょっと待ったが、トントン拍子に進みましたけど、ここに P ドアがうっすら見えてましたね。この P ドアは果たして正解なんでしょうか。というわけで、なんか隠しブロックも探しながらじゃないと進んでいけないコースってなってくると、なかなか、まあ、この裏のドアはめちゃくちゃ怪しいですけども、あのドアはどうなんでしょうか。でも、まあ、スターとかがないとあの裏にはいけないんじゃないかと思いますが、とりあえず、ノコノコで甲羅。あれ？ノコノコが一発だけ壊して消えちゃったね。ガボン、鉄球うまいことここぶつかんないかな。オッケー、ぶつかったので、ここの土管に入れますの。じゃあ、やっぱりあのドッスンの裏のドアに入らなきゃいけないってなったらどうしたらいい？なんかもうちょっとないのかなっていう気はするけど、もうないんかな、特に。そうだね。あるとしたら、もうこういうガリガリの裏しかないと思うんだけど、ないかな。どうなんだろう。P が降ってきましたね、ここに。ここに P が降ってくんの、でも意味ないよな。このドア入りたいだけなんだけど、なんかないかな。あー、このパウパウパウ、パウがたまに降ってくるから、このパウ持ってったらもういけるんじゃないの。さあ、パウ持ってきたらドッスン倒せるので、ここのドアに入れるようになります。OK、ゴール条件のファイヤーいただきました。これは右以外進めなさそうなんで、とりあえず右にひた走っていくでいいと思うんですけど、ん？これ多分足は消えるよね。一回体半分出してこうやっといて、どうしよう。でもこれどんどん進んでいける？これ一回 P 切らしてさ、あれでもこの P 取れないもんな。あれ、これいけなくない？ちょっと掘るか。ちょっと掘ったところじゃない。でもちょっとさ、一回帰ってで、ダメージ食らってチビ状態で行ってみますか。じゃあ、まあチビ状態なら問題なく P を刺すに右突き進めるから、ワンチャンファイヤーがゴールなんだ。で、ファイヤーはない。
あれじゃファイヤー状態ででもここまで来るの無理じゃね。多分わかりました。そのためにここに P スイッチが降ってきてるんじゃないかなと。しばらく待ったらここにブラックパックの後に P スイッチがそう降ってくるんで、これが大事なんじゃないか。パウ持ってきてドスン倒して、で P をこうやってファイヤーフラワー重なりすぎたら消えちゃうかなとも思うので、まあちょっとこうやって、てかファイヤーフラワーよりも右に P が行っちゃったら詰むから、ちょっとこれを地道にやっていくわ。あーミスった、最悪だ。もうこれでまたやり直しよね。そうだよね。やっとこれた。もう右に一回落とそう。でこれでしゃがんで入れば、いやめちゃめちゃ大変だった。というわけで、コースリクエストありがとうございました。本日は動画の方ご視聴ありがとうございました。また明日お会いしましょう。バイバイ。